らっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝てろ。ごめん、わかんない。いらっしゃいます。ありがとうございました。時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。かしこまりました。それでは出発いたします。寿司くれたらあなたのチームに入ってあげるよ。ほら、これでいいか。おお、寿司。それじゃあ、あなたのチームに入ってあげるよ。私はGにいます。よろしく。さて、今日は何を飲むか。日本酒か。いや、焼酎も捨てがたいな。おい、お前、
野球に興味あるか？あ、野球？まあ昔やってたことはあるが。それなら俺と一緒に草野球でもやらねえか？今うちのチームは人手が足りねえんだ。おお、草野球か。ま、入ってやってもいいけど、ただってわけにはいかねえな。何？安心しろって。別にそんな大したものを要求したりはしねえよ。俺は無類の酒好きなんだ。だから酒をくれたらチームに入ってやるよ。ほら、これでいいか？おお、ありがとうよ。それじゃ、あんたのチームに入ってやるよ。俺は倉本ってんだ。よろしくな。もっと美しい筋肉を作るにはどうすれば？おい、お前、野球に興味あるか？ん？野球？まあ昔やってたことはあるが。それなら俺と一緒に草野球でもやらねえか？今うちのチームは人手が足りねえんだ。ほう、草野球か。別に入ってやってもいいけど、それじゃあ俺の願いも聞いてくれるか？なんだ？実は俺最近肉体改造にハマっててよ。それで都会の方ではライザップってのが流行ってるって言うじゃねえか。だからそこのプロテインが欲しいんだが、こんな田舎だとなかなか手に入らねえんだよ。てわけで、もしそこのプロテインをくれたら、一緒に草野球をやってやろうじゃねえか。ほら、これでいいか？おお、これがかの有名なライザップってとこのプロテインか。早速食べてみてもいいか？おお、たぎってきた。体の底から力がみなぎってくるようだ。よし、この勢いのままあんたのチームで活躍させてもらうぜ。俺は川村隆夫ってんだ。よろしくな。しばらく寝てろ。
おいお前、野球に興味あるか？興味あるも何も、僕は昔は野球選手だった男です。バットを持った侍、前谷。聞いたことあるでしょ？いや、ない。そうですか。くぅ。ところで、俺と一緒に草野球でもやらねえか？今うちのチームは人手が足りねえんだ。野球か、久々にやりたいな。入ってあげてもいいですよ。本当か？ただし、僕は元プロだった男、ただでというわけにはいきません。ズバリ100万円。それであなたのチームに入りましょう。高いかもしれませんが、もともと1億円プレイヤーでしたのでね。絶対損はさせませんよ。ほら、これでいいか？はい、確かにいただきました。100万以上の働きを必ずやしてみせますよ。私は前谷智和と言います。よろしくお願いします。